お疲れっす、はい、ありがとうね、来て。いえいえ、いやこちらこそ、運転ありがとうございます。というかお願いします。どこ座ればいいですか。助手席で大丈夫。あ、大丈夫ですよ。これぐらいでいい。いや全然大丈夫です。じゃあお邪魔します。お願いします。そうなんだよ、昔はね。まあ今日もなんか適当に。こっから何分ぐらい。ちょっと分かんない。30分ぐらい。そんぐらいだと思っといて。なるほど。どんぐらいの頻度でそこ行きます。駿河屋。駿河屋12月に2回ぐらい行ったかな。ああはいはいはい。時間がある時に。そうだね、気まぐれで行くって感じだよね、多分。そうだね。ここ左側、こっちカードゲームで、本命なんだ。どうやんねん、これ。やば。いや、あ、こういうとこ見るの好きだね。スパイファミリー。そうだ、今。熱いじゃん。冷え込む。ここゾイド。すげえ、ちゃんとゾイドコーナーあんだね。ちゃんとえ、すごい。え、やば。なんだ。これだけあんだ。いや、それやべえな。これ見たことあるよ。レードラギアだから。うん、これね、なんか、妄想選挙って外伝のやつです、ね。外伝。英語とか全然わからんわ。妄想選挙っていうシリーズのモルガ。妄想選挙ってさ、どのぐらいですか。結構俺たちのブームの後ぐらいだよね。ちょっとマニアックな部類の。はいはいはい。なるほどね。あ、これレイブラプターある。本当だ。本当だ。出た。出た、出た。これが、メタルライモスかブラックライモスなの。え、これ何なんか、限定仕様って書いてある。限定仕様。あと、レドラーもあるじゃん。本当だ。あ、あとほら、ここに、ほら、あれじゃん。あ、これ、乾燥のさ。え、うわ、やべえな、これ。だろ？やば。ここは連れてきたかったんだよ。すごいね。プテラスもあるし。やばい、すご。当時の。これ600円だからね、昔ね。そうだよね。安かったよ。安かったな、マジで。ほんと。子供の小遣いからしたら、まあ、ちょっとあれやったけど。今思えばね。安かったよ。で、そっちほら、ジェノブレーク、トミーバン。あ、ほんとだ。珍しい。そうそうそう。すげえ。これブロックスもさ、ちょっとあったり。あ、ブロックス、久しぶりに見た。そう。これあれじゃない、新しい、そうそうそう。なんか、組み立ててた。ジョイドワイルド、デスレプチック。へぇー。あ、こっちが改造パーツだね。あ、改造パーツ、あ、ファイルバンカーとかあるから、レブラクター。へぇー、あ、すげえ。結構あんじゃん。それが、本当に当時のやつだと思う。トミーのハンマーヘッドにつけるやつとか。あ、これ超見覚えあんな、確かに。ある、そのなんか。いや、ナッツ。ちょうどハンマーヘッドもあるし。ハンマーヘッドね。ハンマーヘッド、確かに当時俺欲しかった気がするな。けど、ね、なんか、買う余裕がなかったね。レイノス持ってたもんね。レイノス持ってましたね。レイノスね、あれですよ。それこそあの、ホビーフェアで売った気がするんだよな、あれ。先行販売っぽいね、なんか。先行販売で買いましたよ。わ。レイノスは。すげえ。だった気がする。記憶違いだった、あれだけど。わ、すごいよ。当時ね、行ったんですよね。懐かしいな。ブロックスの。ああ、ブロックス。こういうブロックだけとかあるんだ。だから本当に、初めて見た。大人になってリサイクルショップ行くと、あ、こんなの出てたの？そうね。俺もそうなんだ。ほらほら、権益売り気味装備するさ。ミサイルさ。へぇー。あ、これもなんか確かに、当時、何かで見たの？このパーツ。ええー、なるほどね。ほんと、この箱が精神安定剤。そうね。落ち着くわ。デッドホールとかあるんだけど。デッドホール？あれ？あったっけ？ね、初めて買ってもらったやつ。あ、そうか、言ってた。おばあちゃんとね、アロマ。なるほどね。あれだね。クソムキ屋の、あれもあるんだね。アイアンコングとか、シャドーフォックスってやつとか。なんだこの、チェンジングアーマーシステム全部する。あ、これライガーゼロ。そう、ライガーゼロに、そうです。あ、ほんとだ。すごい。夏。全部あんだよ。きつい、夏いな、これ。あ、面白いんだ。レードライガー、夏いな。これも、箱が夏い、ね。このね、ダンボールのね。これもね、やっぱ俺、ホビーフェアで。その話もね、ラジオにしてたかなって。なんか言ってたよね。基本的に俺、ゾイド知るのがホビーフェアだった。そうなの。コロコロじゃねえんだ。そう。基本的にそういう感じでして。うまいな。バイセント。ね、夏、これマジ夏です。だろ？この箱だった。この箱がいいのよ。箱が。ずっと触ってても、そうなって。使えるもんでもない。はい。
だから、一応なんか、あ、それね、これは俺、箸持ってて。あ、多分。出た。持ってた気がする。エレファンダーね。どうぞ。エレファンダー。次は。箸持ってたんだよな。愛したいよ、俺。てか、今、どこで何してんの？噛んでんの？ねえ、これさ、入ってる。これが何だっけ？あ、これもなんか、ちょっと見たことある。そんな、シールドライガーね。これって言ってたの？限定で。言ってた。限定か。ヨカドとかジャスコで言ってたよ。ああ、はい。だちょうど時期的にはジオガと同じなんだってた。そうなんだ。そう、これとアイアンコングの、懐かしいね。あの、お店で売られてんのはよく見たから。そう、これね。超見覚え。めっちゃ売れ残ってた。そう。やっぱね、優先順位下がっちゃうね、多分。だって、エレファンダーか。多分そう。他にさ、だってさ、じゃあ、こっちが強いじゃない？そうね、この中で、この、ね、主役級のやつらいるわけじゃん。これ買っちゃうとさ、子供小遣い買おうというさ、これどうしてもさ、後回しになっちゃう。なっちゃうよね。エレファンダー欲しいってなんないよ。なかなか。相当ね、コアなやつですよ。いい運営してんね。そうね。むしろ友達になりたいよ。センスあるな。うん。仲良くしようよ。いやー、なるほどね。そっか。こういう感じなんだね。いいっすね。これ仕入れるから。ありがとう。確かに。仕入れるから、こういうところしかないっすから。ないないない。だったら、ここ連れてきたんだ。いや、ありがとうございます。プレゼントもここで買ったんだよ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。で、一応、俺の考えでは、この配信でこれ作ろうかなと。あ、これこれ。ああ、まじ、いいっすね。ちょっと色的にさ、なんかいい色だから。これ何持ってない？これ持ってんの？なるほどね。持ってないし、ちょうどいいのか。そう、で、これ、バルダンの色的にいいのか。いや、欲しいやつをやったらいいと思うよ、それは。うん。だから、そんな、クソ向けの何？これね、ライガーゼロ X っていうことね。あの、電子線用の。あ、X あの、あれだよ、帝国のやつ。お、知ってんだ。あの、トミーマンさ。うん。持ってた？あの、弟が、お、あの、サンタさんに頼んでた。頼んでたの、いくつ？懐かしいだから。あ、知ってるな。わかるよ。それのことぶき屋さん。これはだから、帝国エクスユニットだから、あれか。そう、あの、パーツだけか。そう、パーツだけでまた、売ってんだよ。いや、どっかのタイミングで俺、ことぶき屋に挑戦しとして。じゃあ、俺、ライガーで作りたいんだよ。あ、はい。そう思ってくれてたんだ。俺、やるよって。これは気になるでした。やるよ。まだ、あの、やったことない。ないない。一回ちょっとね、それも収めたいよ。初体験です。そう。いいね、それもやろうよ。ちょっとね、やったい。イグアン。イグアン。イグアン。6000円。設定高いのよ。そういう感じなんだ。なんでそんな高いの？これはまあまあ。これ、ケーニキぐらいある。へぇ。こっちはこっちでね、またね。ゾイド、ほら、ゾイドカードってのがついてる。なるほど。これも海外版のライガーゼロ。海外版のそのライガーゼロ。まあ、別に、なんか、その騒ぐわ。ベラボン高いってわけだ。むしろだって、こっちは割引入ってるからね。まあ、確かに。そうか。結構後の方だ。これ、ゾイドジェネシス。ここはこう、デジモンのプラモン。あ、そう、ゾイドとモンハンコラボしてる。あ、そうそう、なんか出るよ、今度。らしいよね。あれなんか、おもちゃ出るじゃん。そう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 。うん。あれ欲しいなと思った。あれね。それコマンドウルフじゃん。コトブキ屋じゃん。うん。これいいね。コマンドウルフ作りたいね。あ、いい。じゃあ、レフラフターの次これだよ。コマンドウルフね。コマンドウルフ好きだもんね。思い入れが違うから、コマンドウルフ。そっか。いいじゃん。コマンドウルフ。これ次作ろうよ。で、俺、ライガーゼロ作るから。いいか。うん。そうしよう。しかも割り切ってるから。これは、早くこう、レグラフター作って、次行くから。そうだね。なるほど。ありがとうございます。わかりました。ここまで結構か。そう。ちょっと、ボーイズトイの、ね、あの、ゾイド第2弾として、うん。ヒレル先の王とガルシコフが、ゾイドを買ってきました。これって普通に売られてたやつで。売られてた。店で。店で。あ、だからなんか見覚えあるのか。あ、そう。いや、これなんかさ、そう、見たことあるようなないようなって感じだなと思って。だから普通に売ってたんだね。うん、売ってたよ。これはなんか通販とか限定じゃないかな。なるほどね。そうそうそう。これをちょっと今後ね、作っていこうっていう話だから。よし、じゃあ、まあ、ね、これでいっか。はい、編集後期ガルシコフです。まあ、先日動画の通りなんですけど、トミー版のゾイドを、中古ショップの方に、まあ、あさりに、宝探し的にあさりに行ったんですけど、今振り返ってみて、ちょっと冷静になって考えてみると、まあ、あの、あれなんですね。だから当時のトミー版のゾイドって、まあ、当然プレ化してるんですよね。ざっくり全体的に見ると、当時の価格の10倍前後ぐらいにはなっていて、うん。
もちろん物にもよるんですけどね。ただ、ざっくりと10倍前後にはなってる印象で、まあ、いいお値段なんですよね。それなりに、どれも。で、そう考えると、それだったら、まあ、プラスアルファお金足して、ことぶき屋のゾイドに行っちゃった方が、これ私個人的なあれですよ。それぞれのメンバーが好きなものを、作ればいいと思うんですけど、私個人的にはことぶき屋のゾイドにシフトしちゃった方がいいんじゃないかな、とは思いましたね。まあ、とりあえずトミー版のゾイドをレブラプターだけ、まあ、小型のゾイドを購入したので、まあ、それ作った後で、まあ、おのずと答えは出てくるでしょうから、うん。まあ、引き続きそのままね、トミバのゾイドを買い続けて、組み立て続けるっていうのは、まあ、人、全然それはありだし、ありとも思いますし、あるいは今さっき言った通り、ことぶき屋のゾイドに、私個人はシフトしちゃう。完全にシフトしちゃう。まあ、ただ、ことぶき屋のゾイドもね、結構大きめなものは、結構のお値段なので、まあ、そうですね。まあ、ただそんな、なんでしょうね。すぐに完成するものでもないと思うので、まあ、時間かけてね、作ればいいのかなと思いますし、はい。まあ、そんなことを思ったりはしました。まあ、大変いい旅でした。また、なんかね、お買い物行けたらいいのかなと思います。